旦那が失業したまま働かないんですけど、いますね、はい、旦那が、僕の友達にもね、はい、その旦那が会社クビになっちゃって、はい、もう失意のまま、はい、もう家から出ないで廃人のようになっちゃった人いるんだよね。あ、そうなんですね。かと思えば、はい、定職に就けずに、はい、バイトしてる旦那とか、あ、コンビニとかにも今結構いろんな年齢層の方いらっしゃいますよね。そうそうそう、それでね、ウーバーイーツで自転車で配ってる人もいるね。あ、そうなんですね。ウーバーイーツってね、頑張ってもね、はい、1日どんな頑張っても5,000円ぐらいらしいんだよね。そうなんですか。あ、実情そうなんですね。そう、頑張っても、はい、やっぱただそれは単な地域にもよるのか、僕が聞いた話では、はい、うん、ウーバーイーツはどんなに頑張っても1日5,000円っていうのを聞いたんだよ。ウーバーイーツってね、結構今問題があってね。はい、どういう問題ですか。結局ほら、なんか、はい、届けてくれってアプリで、はい、あるんだけど、はいはいはい、そのアプリの教えてくれた場所に行ってもね、結構誤作動が、まあ、今は改善されてるかもしれないけど、はい、あってね、はい、でもあれさ、早く届けないとさ、ぬるくなるじゃん。ぬるくなります。特に今冬でさ、はい、冬なんか大変だと思うよね。あっという間に、だってあんな薄いリュックっていうか、あの食べ物の入れ物ですもんね。だからラーメンとか熱々のやつをさ、はい、届けてもさ、はい、もう気がついたらさ、もう端っこの方凍ってたりするんだよね。ああ、でもラーメン自転車に乗せますか。いつの間にかラーメン、熱々のラーメン届けたのにさ、はい、冷やし中華になってる人いるんだよ。いや、それは辛いっすね、うん、だからお客さんが怒る。それ怒ります、怒ります、うん、怒ります。でお客さん怒って、こんなのいらねえっつって、はい、投げ返されるっていうパターンもあるらしいんだよね。うわ、それ。でそうしたらね、それ自腹なんだって。自腹なんですよ、自転車漕いでる人が自腹みたいな。まあ今ルール変わったかもしれない、はいはいはい、まあそういう話を聞いたんだよね。あ、すごい問題ですね、うん、ウーバーイーツなかなか難しいですよ、あれ。簡単そうにやってますけど、もしかしたらもう今はね、なんかそういうルールも改善されてるのかもしれないけども、はい、まあそういうこともあったっていうのをちょっと僕は友人から聞いたんだよね。でもこの旦那が さっきも旦那は ATM だっていう話あったと思うんですけど、うん、そうだから、で旦那がね、 ATM にならない旦那っていうのがね、はい、いるんだ。あのね、せこい旦那っているんだよ。せこい旦那、せこい旦那いるんだよね。どういうことですか。要するに、はい、家にお金入れないの。なんで、結婚してるのに。結婚してるのに。なんでですか、それは。あのね、はい、自分の貯金の残高を増えるのが楽しみにしてるやついるんだよ。でそういうとこね、 奥さんも働いてんだよ。あ、そうなんですか。奥さんも働いてるから、家のやつはお前がやれよみたいな。だってお前働いてるからお前が払えよみたいな。だって食費とかいろいろあるじゃないですか。でも俺家賃払ってるしみたいな。それでなんかバランスが取れてたらいいんですけど、うん、なんかお子様生まれたら一気にバランス崩れそうじゃん。いや、だいたい子供いるんだよ。あ、崩れてますじゃん。うん、崩れてんだよ。崩れてます。そう、だから出したくない。バカなんですか、その旦那は。そうだよ。バカですね。もうバカだよ、本当に。なんで結婚したんだろう。だから結婚するときは分かんないんだよ。はい、結婚するときは分かんないけども、だん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 変わってくんだよ。変わってくんだ。変わってくんだよ。なんで変わるんだ。だから本当ね、その家にお金入れない旦那っているんだよ。はあ、終わってるよね。終わってますね。うん、終わってますよ。だから本当せこい。せこいですね。でね、自分だけね、好きなもん買うんだよ。もうゲームとかね、はい、パソコンとかね、はい、もうプレステ4とかね、はい、スイッチとかね、めっちゃゲーム買ってますね。ゲームウォッチとかね、ゲーム買って、ドラクエとかね、ドラクエ、ファイナルファンタジーとかね、はい、バイオハザードとかね、すごい出てくる。テトリスとかね。テトリス出てきた。みんな買うんだよ。ちっちゃいやつ出てきましたね、テトリス。みんな買うの。みんな買うんですよ。みんな欲しいものは何でも買うけど、はい、もう家のものは一切買わない。だから奥さんにもプレゼントとか子供のプレゼントがないんだよ。多いんだよこういう人。それは成立しない、夫婦関係として成立しないじゃないですか。成立しない。だからもう奥さん忍耐しかないよね。ああ、ここも奥様は大変なきゃいけないんですかね。いや、もう大変だね。こういう旦那を持った奥様っていうのは大変だよね。そうですね。でさ、その旦那にさ、お金がないって言ったらお前働いてんだろうとか言うわけですよ。ああ、確かに働いてる。でね、子供ってね、なんか子供手当とかあったりするんだよ。はいはい。で子供手当もね、振り込み先が旦那の口座だったりするんだよ。なんでじゃ。でそれ返してって言っても、はい、その子供がなんかピンチになった時に払えばいいだろうみたいな、全部自分のポケットに入れてるとんでもないやつがいる、ね、とんでもないですね。とんでもないやついる。とんでもないですね、うん、それってそれもまた奥様の方にも原因あったりするんですか。これはね、もうそれはもうね、全部旦那が悪いね。旦那が悪いですね、うん、これは旦那が悪いね。旦那が良くないですね、うん、こんなね、家のだって
だって塾も行かなきゃいけないよ。はい、公文も行ってるしさ。公文も行ってる。公文も行ってるよ。公文やってる。もう数学、英語、国語、はい、理科、社会。理科、社会、うん、全部行ってます。家庭科。家庭科、うん、公文にあった。ある。もう全部、ね、そう。一教科7000円もすんだよ、1ヶ月に。高いっすね、うん。結構しますね。そう。はい、もうそれ習い事とかさ、はい、もう長男がバスケットに習いたいとかさ、はいはい、あるんだよ。で娘はさ、はい、なんかあのチアダンスやりたいとかいろんなことが出てくるよ。チアお金かかりそうですね。かかるんだ、いろんなものお金かかるんだよ、はい、お金かかるにもかかわらず全くお金入れないんだよ。それはこれひどいよね。ひどいですね。ひどいです。だからもういっそのことするの別れたらいいじゃんって言うんだよね。って思いますよね。そんなさ、だって一緒じゃん、うん、だってお金入れてくんないんだから。そういうことですよね、うん。むしろ一人分の食費浮きますよね。そう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 。旦那の分も。そう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 。そのくせにさ、旦那は文句しか言わないんだよ。ああ、そうなんですね。そう。でね、ひどいんだよ。はい。自分だけね、はい、美味しいもん買ってくんだよ。ひどいですね。もう自分だけ美味しいもん買ってきて、はい。で冷蔵庫にさ、子供たちのケーキとかさ、それ食べたりするんだよね。なんなんすか。なんなんすかね。自分ジャイアンじゃないですか。そう。で自分だけ美味しいお酒とかたまに買ってくるんだよ、はいはいはい、高いさロマネコンティとか買ってきたりするんだよ。家でロマネコンティ、うん、バカなんじゃないですか。こうグラス回してさグラス回して、うん、YouTube 見ながら、はい、バイオハザードやりながらこう回してる。すごいですね、うん、すごいんだよ。せめてロマネコンティ飲むときは集中してほしい、うん、だから本当にひどだ。もうそういうのも別れようよ。そうですね、うん、そうですね、うん、うわだからもう奥さんが一人で働いて、はい、だ結局旦那は、はい、あれだよ、その家賃と光熱費は旦那が払ってる。あ、旦那の口座から引き落としになってる。はい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 。であと生協とかを旦那の引き落としになってる場合があるんだよ。あ、 でもそうすると生協の請求が高いと、はい、お前生協がなんでこんな高いんだよって文句言うんだよ。ああ、そうなんですね。そう、いや食費ね、ちゃんと食べ物買うために必要なんですもんね。そう、でもなんでこんな週に2回も卵買わなきゃいけないんだとか、そのセコいんだよね。セコいですね。もうセコイアチョコレートよりセコいんだよ。セコイアチョコレートがわからないですけども、うん、有名なチョコレートなんでしょうね。そうなんだ。だからもうそういうのはもう終わってるからさ、もうそばにいるだけでもさ、もう本当運気下がっていくから、こういう旦那は。そうですね。うわー、すごいひどいですね。だからもうこういう旦那は土日になるとさ、もう家で寝てるから、はい、あ、寝てるんですね。家で寝て何もしない。あ、そうなんだ。もう子供のために家族サービスとか一切ない。そうなんです。そう、なんか一個のチームとして成立してないですね。してないね、家族が。そう、良くないですね。良くない。それでさ、はい、あの自分だけさ、土日になると自分だけ美味しいもの食べ行くんだよね。ひどいですね。ひどい。でね、その下の娘とかがさ、はい、私も連れてってとか言ってさ、うん、多いよって連れてくけどさ、自分はどこ行くかってさ、いきなりステーキ行ったりするんだよね。いきなりステーキ行ったりしてさ、はい、子供なんか歯がまだ小学校1年生とか歯が弱いよ。歯が弱いのにさ、ステーキ食わしたりしてさ、あ、で歯が痛いとかってさ、じゃあ食うなとか言ってさ、へぇーとか唾吐いたりして、どんだけ自分勝手なんですかね。もうひどいよね。ひどいですよ、うん。だからそういう、まあ、そういう人がいるから、まあそういうのはさ、本当別れたらいいのにねっていつも言うんだけども、はい、やっぱりなかなかこうね、難しかったりするわけだけどね。